皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、伊豆箱根鉄道寸津線の修善寺駅です。駅からバスで10分ほどの場所にある修善寺というお寺からこの駅名が付けられました。それでは早速修善寺へ行ってみましょう。修善寺駅の南口を出ましょう。改札は一つだけですが、出口が合計3つあります。でも南口すぐに見つかります。バスロータリーがある方って覚えてください。ちょうど修善寺止まりのバスが止まってますね。で、その奥、1番乗り場と3番乗り場へ向かいましょう。1番乗り場、3番乗り場から出るバスが修善寺温泉行き、修善寺まで行くバスです。3番乗り場にバスは止まっていませんけども、1番乗り場ならバスがあります。修善寺温泉行き、ではこのバスに乗りましょう。10分もかからず終点の修善寺温泉の停留所に到着しました。面白いですね、バス停の名前が修善寺温泉駅。駅、一切鉄道は通っていませんけど、前鉄道あったってことかな。それではこのバス停、もっともっと先へ進んでいきましょう。この道をまっすぐ進むと修善寺というお寺があります。神社もありますね。日枝って書いて日枝神社。もう神社もあるんですか。太い太い木がたくさんあります。まあ気になりますけども、まっすぐ修善寺方面歩いていきましょう。赤い欄干の橋が見えてきました。向こう行けばいいんですけどね。ちょっと橋が気になって、橋の名前が渡月橋。京都の嵐山ですか。まさか静岡です。すごく逆光ですごく眩しいですが、赤い欄干かなと、その下川が流れています。ですんごく平べったい栗さん。さあ、この栗さんを目印にしてすぐ右側、この右を曲がったら修善寺です。へえ、人力車いいですね。こちらの横断歩道が目印。到着しました、修善寺です。駅名の修善寺はこの漢字。しかし本来の修善寺は座禅の禅です。修善寺の境内に入っていきましょう。弘法大師さんが作った曹洞宗のお寺です。曹洞宗ってことは福井県の永平寺と同じですね。あー、だったら永平寺の御朱印帳を持ってくればよかったな。空いているのは朝5時から夕方5時までなんですね。じゃあそれに注意して、門の中にいらっしゃる金剛力士像のあーさんと、こっちには金剛力士像のうんさんです。木造なんですね。ではよいしょ、段差に気をつけて境内です。おお、広い。ちょろ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 、ああ手水舎だ。手水舎でまずは手を清めます。あれ、画面越しに見えますか。なんかちょっと湯気が立ってます。水しぶきじゃない、これは湯気ですよね。どうかな、あったかいかな。ちょっと試しに。あったかい、いや、というより熱いです。
すごく暑かったです。やけど注意。そりゃ温泉なんですもんね。でいよいよこちらが本堂です。おお綺麗ですね。お寺といえば鐘楼ですよね。で、こっちにはこじんまりしてますが竹の林です。竹林。お守り売り場と、なんと太陽にかざすと色が変わる T シャツ1枚500円。安いで、随分と科学的なトリッキーな面白いシャツ売ってますね。さあ今回の由来紀行、皆様いかがでしたでしょうか。寸津線の終点の修善寺はすごくひっそりして静かで落ち着きのあるお寺です。なんだか久々の曹洞宗のお寺ですごく和みました。南無大師返上金剛。修善寺駅からもバスで10分ほどの場所です。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。